赤犬に重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。久しいな、死に目に会えそうでよかったぜ親父。ケイシー、ようじゃねえな、あるわけねえか。てめえだけは息子とは呼べねえな、チリチ。四番隊隊長のサッチの無念、このバカの命を取って俺がけじめをつける。てはははは、望むところだ。人形会長、この人の世は渡っちゃいけねえんだ、チリチ。てはは、死に目に会えそうでよかったぜ親父。ここクローズ、俺が俺の手に入れた力だ。あげてみたら舐めるんじゃねえか、待てよこの野郎。ドラッグホール、ダッツ。逃がすか、こんなもんか。リベロンショー、俺の時代だ。じゃあ取りたくねえな。俺の前では能力は全て無駄、やるにしねえ。くたばるやろめ。誰にも俺を止められねえのさ。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかしこの怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。やっちまえ。黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、白ひげはついに致命傷を負う。おめえじゃねえんだ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。は？ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日か、その数百年分の歴史を全て背負って、この世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、お前たち世界政府はいつか来る、その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。許せ息子たち、俺はここまでだ。感謝している。さらばだ息子たち。死してなおその体屈することなく、頭部半分を失うも敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に260と7太刀、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。あるのか、
教えてみろ。家族、おめえたちにはすべてをもらった。感謝している。さらばだ、息子たち。大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。わしが逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に代えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベイを追う赤犬。ジンベイの体を貫き、ルフィにも一撃を与えるが、ジンベイはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。踊れ、人の心配しとる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したがの、心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るんか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。